久保田さんもホームページやってたんだ、ウェブの時代。そうですね、ホームページも職場でホームページ担当にパソコン使ったことないのになっちゃったから、うんうんうん、練習で自分のホームページ作ってみようっつって始めてって感じですね。で村岡さんから相互リンクもらって、ね、で見に行ってみたら、うん、でメガバスの人なんだとか当時ですね、うんうん、見ててでいろいろ見てたら、あ、プロの人、当時はだから最初にお会いした時も言ったけどプロってあんまりいいイメージなくて、うんうん、となんでへーぐらいだったんですけど、でフィーも始めるってなって、なんか怪しげなこと始めやがったと思って、で参加してないと文句もきっと言えないだろうし、どんなことやるのかは全部見たいなっていうので見てたら、うんうん、あ、面白そうっていうので、そっからですよね、徐々に勝手に自分の中でこう、なるほどね、村岡さんってこういう人なんだとか思って、ちょっとイメージしてたプロとかとは違うなっていう部分で、うん、どんな悪いイメージを持ってたの、プロ、プロアンゴ。いやもうプロっていうと、まあ、嘘ばっかみたいな、嘘ばっかというよりかはもう手下に場所取らせて後から登場みたいなのとこから始まる、いるそうで、そういうのを聞いてたりとか、うん、まあ実際そういう現場に遭遇したりとかっていうのもあり、うん、あ、ね、まあそんなもんだろうっていうのが、それもあるよ、ある程度有名になってから、うん、あるポイント行ったら、はい、誰もいないんで釣りしたら車から出てきて、はい、すみません、この後なんとかさんがロケやるんで遠慮してもらえますかって言って、まあ、と思った時あるよそれいいけど、なんか俺もっと有名なんないとってやっぱ釣り人いっぱいいるからね、必ずしも全員が全員知ってる人いないじゃん、うん、村越正海さんと村田はじめさんぐらいでしょ、全ての釣り人が、あ、あの人って分かんの、ルアーやってる人だったら ね分かるかもしれないですもんね、うん、俺一回夢の島でメガバスと契約してすぐぐらいの時に、はい、おじいちゃんに声かけられて、はい、でちょうど俺がランディングして逃がした後、今どれぐらいだったって言ったら70ぐらいでしたっつって、うん、この辺に村岡ってやつがよく出没するんだよって、ああそうなんですかって面白い話聞けそうだなと思って村岡っているんですねって言ってたら、うん、はい、そいつはね、あ、 俺が八丸で釣ったって言ったんだ、そしたら、うん、その八丸でピンと来たみたいで、なんか村岡ってやつがよく八丸で釣ってんだけど、あれは全部ラッパラなんだよとかマジですかみたいな、そういうのをなんか直接誹謗中傷を受けたこと捏造してるとでもまあラッパラも散々釣ってたからイメージはあったのかもしれない、メガバスと契約してからはね、やっぱメガバスオンリーになるじゃん。もうそう、あれですよね、タックルボックスの中がどういうルアー入れてるのか見てみたいって言われた時に、うんうん、今の僕だったらもうメガバスしか入ってないんですよ、うんうん、で、え、メガバスしか入れてないんですねってみんなやっぱ言うんで、うんうん、ここにローリングベイト1個あったら生々しくないって、嫌でしょって、全てがなんかその1個で信じられなくならないって、すっごい素晴らしいルアー他社もいっぱいあるし、うん、このルアーあったらもっと相模川釣れるだろうみたいなも状況にあるじゃないですか、うんうん、でもやっぱ入れないようにしてます。なるほどね、見た人がやっぱりえって思われたくもないし、それも大事だね、まあ、それで自分の実力とかね、ルアーの使える力が増えるからね、一つのルアーでできる範囲がさ広がった方が便利だもんね、そうですね。